進化させられるんだって。使おう使おう。使えません。使えます。前回からついに積み始めたかもしれません。行き先がわからないのです。おかしいよな。多分どっか行ったことない道があるのかもしれないけど、そのところはないよな。ちょっと本当にわからないので、とりあえずもう手探りで探したいと思います。どうやったらこの左の方向に行けるの、左の街の方向に行けるんだろう。まずセキュリティクエスティ行きます。まあ、思い当たる節がまああるんだけど、セキュリティクエスティの左側にはサイクリングロードっていうのがあるらしいんで、ちょっと見たいと思います。こっち行ったことあったっけ。ない、ここないかな。よいしょ。もしかしたら海を渡って行くとかかもしれない。まあ、簡単な、適当な本当に勘ですが。どうなにこれ。なんじゃこれ、ベイビーか。こんな。え、なにこれ。追い返される。いやん。え、なにこれ。え、ちょ、どういうことこれ。バグ。ドゥ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 。なんなんだろう。前は。いて。何もなかった。こっちも何もない。うっ、うっ、うっ、うっ。お前は負ける。これ俺の直感。何言ってんだ？お金を巻き上げたろうぜ。あんぱねー。海には弱いやつしかいないのかね。ういはっ。よー、かっこいい、自転車じゃねえか。自転車でかっこいいとかあんの？かっこいいだけじゃねえ。どうやら、サイクリングロードではないのか。いで。こっから先は何？ 16 番道路。こっちじゃないんだよね。海を渡っていけると思ったんだけど。でもう一回こっち行きます。セキチクスティ。セキュチクシティから、あれ？どっから来たんだっけ？セキュチクシティから、街に来たんだっけ？違うよね。じゃあいいや。セキュチクシティじゃなくて、違う。ポポさんちょっと瀕死で悪いんだけど。クチバシティから来たんだっけ？こっから、飛んでいくのかな？ここで海を渡っていくとか？あ、もしかしたら行けるんじゃない？よいしょ。あ、行けなさそうだな、なんか。とりあえず、ゴールドスプレー使っとこう。違うかな。ここまでは行けるけど、違うか。こっちのような気もしたんだけどね。よいしょ。あ、ボールだ。
幸運濃厚だって。何それ。ああ、マグちゃんが水でピシャピシャしてる。こっちじゃないのか。あっちかな。こっちから行くどかではないよね。多分これ船だもんね。どうしたらいいんだろう。もう一回地図見てみる？どっか行くルートがあるんだろうけど。パルパーク。パルパークって行ったことないよね。これちょっと行ってみようか。ちょっと今回は内容変更で。へぇ、セクチクスティンにそんなのあったっけ？じゃあ今回は内容変更で行きましょう。さあ、着いた着いた。どこだ？これがパルパークなのか。でもここを切っても意味ないよね。こっちか。あった。入り口これかな？チェッチ。こんにちは。ようこそ、ここはパルパーク。サファリでは満足できない一流のポケモントレーナーがその捕獲テクニックを発揮させられる場所だよ。いや、君もしかしてポプラ君？父さんから話は聞いてるよ。随分すごい、凄腕らしいじゃないか。君にもぜひ捕獲ショーに参加してほしいな。まあいいよ。ルール？何それ。パルパークは決められた数のボールで6匹のポケモンすべていかに早く捕まえることができるか競う場所です。捕まえるポケモンは参加するトレーナーに用意していただきます。まあいいや、やってみましょう。え？ポケモンの数が足りない？どういうことだろう。6匹持ってるけど。よくわかんない。何だったんだろう。まだまだできないことが多いみたいですね。どうしよっか。これ先行く先がないんだもん。しな、なんかやり遂げてないことがあるっていうのかな。こっちなんだったっけ？あ、あれか。なんで行けないんだろうね。一応間違えてるわけではないと思うけど、よくわかんない。あと行けそうなところどこだろう。関東と城東を結び、東城と名付けられた滝。とりあえずこの若葉タウンっていう城東のところ一回行ってみようかな。城東地方から行くっていうのはできんのかな。でもそれしかもうないんだよね、方法が。あ、なんだろう。パクラ君、聞きましたよ。関東でもいろいろやらかしちゃって、もう大活躍で大暴れって感じだね。ヒュー、しびれる。なんだあれ。なんだ今の電話は。じゃあ一回、マイホームのところ行きたいけど、行けないのここ。なんで？一回チャンピオンロード行ってみよう。ここからもう一回行くってことなのかな。あ、そういうことか。何が何だかよくわかんないな。さあ、若葉タウン着いた。久しぶりだね。まあいいわ。親に顔を見せようと思ったけど。目的を果たさなきゃいけない。ちょっと。こっちから道なんてあったっけ？洞窟があるんだよね。でもどうもこうも言うことじゃないけど。こっち行くのかな？そこの洞窟なのかな？あ、こっち行き止まりだった。そういえばそうだ。
初めて言った時も間違えて言っちゃったんだ。登場の滝、明るい滝ってところでよかった。滝登りって誰か覚えてたっけ？まだ使えない？4、5、6、あ、持ってるのか。持ってるけど使ったことないんだ。ドックラゲさんは覚えられる。なんか忘れられるかな。嫌な音なんて必要ないよね。 OK、 これで滝を登れるようになるね。滝を登ってみー。よいしょっと。またゴールドスプレー使おうか。お、なんかあるね。ガババ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 バ。こっちか。よいしょっと。そこの真ん中のところにある宝が欲しかったけど。あ、こっちからそれいけんのか。これは月の石。へえ。なんか進化できそうじゃない？イーブさんとか。月の石、月の石。お花の濃厚だってね、これ。草タイプの技の威力が上がる。あ、これ。パラセクトさん、プレゼントしよう。あ、先生の爪持ってんの。いいや。幸運のって何？お金が2倍持たせる。お！あれ？これもこれさ。あれ？なんか似たの持ってるような。コッポさんが持ってるお守りご飯は？あ、同じなんだ、威力。あ、そうなんだ。ないわ。月の石。進化させられるんだって。使おう、使おう。使えません。使えます。え？緑、え？え？なんでこのタイムで進化すんの？え？え？あなた技せ？物で進化すんの？進化系のニドキングがなんか強さだから、ついでに捕まえてきました。このニドラーの後ろ姿ちょっと怖いよね。後ろ。ニドリーのお母さんに進化するんだね。コイルには負けない絶対に。そしたらもう首にあんたな。ニワークさんと同じ首にするから。いけ！効くかな？うわっ！首！こいつなんとかなんないの本当。早く強くなってくれ。チャンスはニドキングなね。ニドリーノさんは割とレベル上げしやすかったよ。続く。お、続くが効くか。でも微妙やな。これはどう？ノーマルなんだけど。あ、急所当たっちゃった。残念。早かったね。でも角でつく、続く、気合いだめと厳しい。おー、じゃあ気合いだめを忘れましょう。次のメンツが微妙なんだよな。ニドリーノなめプレイだ。あなたか。チャンスはニドリーノか。あとさっさとチャンスはニドキングになってますからね。あーダメか。あとちょっと経験値もらえる。ニドリーノさんをできるだけ進化させたくて連れて行きたいけど、負ける可能性があるんだよね。うん、やっぱりあいつは強い。え、ニドキングに進化した。聞いてない。あ、よかったですね。でも内容が今回できて、ちょっとこれはもう心臓がびっくりだもんだよ。なんでこのタイミングで進化すんの。究極の休憩読めない感じ好きです。なんだったんだ今日。意味がわからない。まあいいや、でも進化してステータス上がったかな。ちょっと見てみよう。チャンスはニドキング。強さ見る。おお、強そう。好奇心が強いだって、わんぱくな性格。もうちょっと強くなったら戦闘出してみようか。この人と戦ったことあったっけ？めっか。へえ。あ、ここ登場の滝来たことあるか。ってことは誰か滝登り落ちたっけ？まあいいや。結局ちょっと、生き方がわからない。これはもうウィキで調べちゃっていいのかな？そうするしか方法ないんだよね。
よくわかんないけど、今回はここで終わりたいと思います。ひゃー。わかんないもんね。こっちかな。なんかあったりしてね。あ、渦潮がある。こっから先に行くのか？でもこっからまた行くのか。ここどこ？と違うような気がするな。とりあえずもうどうしようもないです。誰かアドバイスください。ではここで一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。白い雲たちのどれが良いかなんて意味がないと思う。